わかりました、セットさん。自分の手が届く範囲で守りたい人を全力で守る。それで傷つけてしまったものは絶対に忘れない。この胸に刻み込んでいく。よし、ハルキ、ウルトラフュージョンだ。おーす。ハルキ、アクセスグランテッド。ティガ先輩、ダイナ先輩、ガイア先輩。ティガ、ダイナ、ガイア。おーす。ご唱和ください。我の名をウルトラマンZ。ウルトラマンZ。ウルトラマンZ。ガンマフューチャー。してんの？はい、はい、孫さん、中手伝う。ゆうちゃん大丈夫。
ちょっと待って、これブルトンのかけらじゃない？え？いやこれポップコーンに入ってる硬いあれですよ。なんか手伝うか。ほら、手伝うよ。おっす。無茶だと言われてもきっと力合わせて正義の空に飛び立とう。嵐の中で命立てにしながら君と交わした約束は Just say my name, don't give up。 誰もがこの星の明日を夢見るから、がむしゃならその涙とこの勇気あふれ出す光の鳥を越えめくりがぶったましがほとばしる熱い心強く強く叫ぶよ。今日紹介するのはこれだ。ティガガンマイリュージョンで現れるティガ先輩。その時ティガ先輩が放つ最強技がゼペリオン光線だ。次に紹介するのはジャグラス。ジャグラジェットライザーを盗んだり宇宙人から助けてくれたり謎が多いトゲトゲ星人だ。次回もお楽しみに。ジード先輩からの緊急連絡。宇宙に歪みが生まれ全てを無に返す虚空怪獣グリーザが現れるらしい。こいつに立ち向かうにはウルトラ強力なメダルが必要だ。次回ウルトラマン Z 戦士の使命ウルトラ掴むぜ。